い、こんにちは、トイズキングのふるみです。だまだま、はい、今日ご紹介する商品はこっちだ。コスベイビーから出ましたガーディアンズオブギャラクシーリミックス、ガーディアンズオブザギャラクシーボリューム2でございますね。のサイズ S のベイビーグルート、これは本当はね3体セットで出てたんですけど1つしかなかったのよのです。はい、こちらもボブルヘッドでございます。で、2017年に出たこのベイビーグルートの3体セットはですね、10センチ、約10センチなんですけど、多分10センチより小さいと思うお座りしてるから。で、カセットちゃんと持ってるしねオーサムミックスボリューム2って書いてあるしこれね、本当に頭が重いもんだからね、ごめんなさい、ここに物があって支えてんだけど、支えてなかったらこうやって倒れちゃうのだから、だからこうやって支えてんの、ごめんなさいねちゃんとお手手にはオーサムミックスボリューム2カセットテープですね。かわいい顔、やっぱグルートかわいいよね、本当に。なんかちょっと悲しい顔してるのが、おおーって。割とね、これね、ほら、ちゃんと目が出てるし、頭の上もこういう風になってんの、かわいいよ。ボブルヘッド、ちょっとね、重すぎるの、君。よいしょ。こういう風になっておりますよ。かわいすぎだろ。お尻のところに。2017マーベルホットトイズ LTD ちゃんと書いてありますね。このコスベイビーはね、ホットトイズから出てるものですからね、いいっすよ。でもお願いだ、このアンバランスなのをどうにかしてくれ。まあこれ、ボブルヘッドちょっとね、お座り型だからね、3点セットだとちゃんとこれなんていうのかな、袋っていうか箱に、入れて、それで、まあ、飾れるっていう風になってるんですけど、これ一体一体だと、このお座り型の方がかわいそうすぐ倒れちゃうねえ。私はグルート、ベイビーグルート大好きだからね、ほんとホットトイズ欲しいんすよ。こういう可愛いやつじゃなくて、あのホットトイズのやつファンコーだとかコスベビーじゃなくて、わかるよねよいしょ、これを後ろにこうやってやって、こうかね、こうですね。かわいすぎ。じゃあ写真撮りますかね。これしかない。箱もないからね。かわいそうに。それではまた。イエーイ。ありがとう。ありがとう、グルート。じゃあまたね。チャオ。